はい、皆さんこんにちは。令和4年予備試験論文式試験の分析会憲法を始めさせていただきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いします。申し訳ございません。今回は渋谷本校でですね、ちょっと不定期話がありまして、開始が遅れてしまったことをお詫び申し上げます。で、早速なんですけど、憲法皆さん受験されたと思います。お疲れ様でした。で、問題はこう1ページ目に書いてあります。で、本日ね、もう30分しかないんでポイントだけの解説になりますが、これ読んでどうですか。まず一番下の2行ね、聞かれてることはこれ、葬儀行為の禁止規定、葬儀行為の煽り、そそのかしの処罰規定で、ここでね、最初に気づいていただきたかったのは、葬儀行為の禁止と煽り、そそのかしってちょっと違うなってことに気づいてほしかったんです。で、ここでね、判例をちょっと意識してください。労働基本権のところで扱うことは少ないけど、おそらく公務員の人権ってところでいろんな判例やったと思います。で、葬儀行為そのものの禁止と煽り行為の禁止ってちょっと判例違ったな、そこをね、気づいてほしいんです。なので、少なくともこれ一緒くたに論じるんじゃなくて、まあ煽りとそそのかしは一緒でもいいんだけど、これ2つ聞かれてるなと。禁止規定が1で、煽りそそのかしが2、そういうことになります。で、もちろんね、両方同じ条文で、憲法の条文で処理してもいいんだけど、区別して論じるっていうのが一つあります。じゃあね、まず葬儀行為の禁止規定からいきましょうか。で、これ何条の問題にするか、まあこれは労働基本権の条文でいいですよね。まあ憲法28条の問題にしていこう。で、これはこれでいいでしょう。で、憲法28条違反なんて、これ論じたことないよっていう人多いと思います。ただね、これはオーソドックスに論じていけばいい。憲法の28条の具体的な理論とか知らなくても別に書ける。憲法ってね、よくね、完全解ってないんですかって言われるけど、ないです。他の科目と違ってない。っていうのも、確立された最高裁の判例とビシッと合う事案は出ないから。なので、筋通って書ければいいんです。で、例えば芦部先生流の違憲審査基準の立て方は、人権の性質と制約対応で違憲審査基準を導くというものです。はっきり岩波の憲法には書いてないかもしれないけど、芦部先生の本を分析すると、憲法学者はそうなるって言ってます。木村壮太先生なんかもそう言ってます。なので、これ要するに、権利の性質と制約対応で審査基準を導いて当てはめをすればいいだけの問題なんですね。で、基準を立てて当てはめ、もちろん3段階審査使われる方はそれでも構いません。で、ここでちょっと迷うのは、判例、公務員の人権の判例を使うか否かで、これ使ってもいいし使わなくてもいい。なぜかというと、公務員ってことがバッチリ当てはまるものではないから。ただ今回の公務員じゃないんだけど、特別、特別地方鉄道維持特赦法の特別公的管理鉄道会社っていう、まあパブリックと、まあ私的な団体の中間に位置するっていうのをどう処理するか、まあ当てはめで考慮してもいいし基準で考慮してもいいんだけど、公的な側面と公的と私的の間、これどこかで言及すればいいということになります。いいでしょうか。で、今回ね、私が70分で実際回答を作ってみました。これ70分だったら完全回答もともとないんだけどね、全部の論点に触れることはできません。ただ実践的な答案として、これ4ページ目ご覧ください。レジュメの、これ私が70分で書いた答案です。で、70分で書くとね、4ページは書けないです。まあ、大体3ページぐらい
になります。でちょっと見ていきましょう。でこれでコメントしながらいきます。第一、葬儀行為の禁止について、特別公的管理鉄道会社の従業員に対し葬儀行為を禁止したことは憲法28条の労働基本権を侵害する。でまず憲法28条は国民の労働基本権を定めたものであり、その中には団結権、団体交渉権、団体行動権が含まれる。でこれぐらいはね、皆さん普通に指摘できると思うんですよ。3つありましたねって。でこの葬儀行為っていうのは団体行動権の中です。ストライキですよね、葬儀行為って。それは行動するんだから団体行動権の中にあるよ。このあたりは示してください。この団体行動権の中には葬儀権が含まれるからである。でしかし葬儀権といえども絶対無制約ではなく公共の福祉による制約を受ける。でどの程度の制約が許されるかは権利の性質と制約対応を考慮して軽視するべきである。でこれで違憲審査基準を導きましょう。で権利の性質、ここはね皆さん考えて書いてください。表現の自由とかだったら自己実現の価値、自己統治の価値とか思想の自由至上論とか皆さんちゃんとキーワード知ってると思います。ただこれがね不思議なことに学問の自由なんかになると権利がどれだけ重要かっていうのを書けない人がいます。ただこの権利っていうのはどれだけ重要なのかっていうのを書いてください。それが人権の性質ってとこです。で表現の自由、経済的自由以外は自分で考えて書く。自分で考えて書くのが嫌だったら基本書に載ってますよ。載ってること書いてもいいんだけど、こんな感じ。この点、葬儀権は労使が本来対等な権利を持って労働契約の内容を軽視するのが私的自治社会における理想であるにもかかわらず、現実には労使の力関係が不均衡であるためそれを是正するために認められた権利である。とすればその社会的価値は極めて大きい。これは私はもう現場でこれ考えました。でこれも自分なりの言葉で書いてください。要するにこの権利はどんだけ重要なんだってのを言えればいいです。で普段は人格権的価値とか人格っていう言葉をキーワードに据えれば割となんとかなるんですけど、労働基本権ちょっと違いますよね。人格ってキーワードは使えない。なので、労使の対等っていうところからいきましょう。で一方で葬儀行為の危険性も触れたい。葬儀行為は実力行使を伴うこともあり本質的に社会に対する危険性を内包するので規制の必要性も大きい。で本件は葬儀行為の全面禁止であり制約対応は厳しいが、でこれ制約対応の箇所ですね。で確かに葬儀行為は許可制とかじゃなくて全部やっちゃダメだよっていう点ですごい厳しい。ただ一方で葬儀行為はダメだけど団体交渉はできるんですね。労働基本権全体で見ると制約は一部になります。なので一方で団結権と団体交渉権は認められているので労働基本権制約の観点から言うと中程度の制約対応である。権利はめちゃくちゃ重要でも規制の必要性も強くて中程度の制約対応だから、まあ、真ん中ぐらいの審査基準で落としましょう。以上のことを考慮し厳格な合理性の基準で判断する。で大体ね違憲審査基準って大きく分けると3つ、すごく細かく分けると4つと言われております。で芦部憲法流に言うと、もう皆さんご存知だと思いますけど上中下に分けて中が2つなんですね。中上と中下がある。で上がいわゆる厳格審査基準、で中が2つに分けられて中上が LRA、 まあこれ知ってる人別に書かなくていいですよ。中の下が厳格な合理性の基準、で下が合理的関連性または明白性の原則、まあ、明白性の原則も同じレベルの基準です。もちろんこの他にもね明白かつ現在の危険の法理とかいろんな基準ありますけど、まあ一般的によく使う基準はこのあたりでしょう。でこれらのどれに当てはまるかを考えていく。人権はめちゃくちゃ重要だけど制約の必要性も強くて
規制対応が中程度だと真ん中の基準になりますよね。で、中の上にするか中の下にするかはこれ皆さんの感覚で構いません。ただまあこれどっちにするかで結論変わることって結構あります。 LRA って結構厳しいですからね。で、私は厳格な合理性にしたんだけど、これ LRA でも全く構わないと思います。この論述の流れでいいでしょうか。じゃあ、続きいきますね、回答例の。で、じゃあ厳格な合理性の当てはめで、そもそも特別公的管理鉄道会社というのは地方住民の移動に不可欠な鉄道でありながら、国による財政支援なしには営業を維持できないものである。特別公的管理会社というのはどういうものか、その特殊性には触れます。で、その財政支援には当該都道府県の住民に対して課せられる地方鉄道維持税が充てられている。で、当該事実を前提として地方鉄道維持税を負担している住民に対して争議行為によりその生活に重大な悪影響を与えないため、丸に争議行為により鉄道の利用客が減少することを防止することにより、特定特別公的管理鉄道会社の経済圏に支障を生ずることを防ぐことが立法の目的として掲げられている。で、丸1、税負担をしている住民に対し税を払っている恩恵を感じさせ、あるいは不利益を与えないことは税制の基本といえ重要である。で、この箇所なんだけど、当てはめ苦手って方いらっしゃると思うんですよ。でもそんなに難しいことじゃない。それを示すために丸一と丸二はこれ問題文ほとんど丸写ししました、私あえて。で、問題文の丸一と丸二を引いてここで評価する、丸一の評価の部分です。これ問題文の立法目的引っ張って評価をする。そしてね、この評価の仕方、目的が重要だって言いたいときは一言触れて重要っていう、あの目的重要とか必要不可欠の当てはめが苦手だって方すごく多いと思います。というのもですね、巷の答案見てもはっきり言って論理的ではないんです。っていうか論理的に書くことはほとんど不可能です。だって必要不可欠と重要と正当って程度問題じゃないですか。何かとの比較でしかそんなの論証できないんですよ。ただそうは言っても司法試験では、もちろんね、学問的な議論だったら私だってこうした方がいいんじゃないかとありますよ。でも司法試験、予備試験ではテクニック、何々は目的である、重要だってのはダメ、でも何々は目的だ、でこうこうこうだからって一言だけ触れてください。理由になってなくても一言触れて重要だって言ってやるだけで違う。これ税負担をしている住民に対し税を払っている恩恵を感じさせ、あるいは不利益を与えないことってのを書いて税制の基本だから重要だみたいなね、あのすごくロジカルではないんだけど、こんな感じで書いて、でまた税金が投入され経営再建していることを考慮すると、これも一言言って重要である、そう書いていくということです。じゃあ次ですね。またそもそも丸三、従業員の賃金その他の基本的な労働条件の決定については国土交通大臣の承認が必要であり、労使だけで決定することができないので、従業員が労働条件をめぐって特別公的管理鉄道会社に対して争議行為を行うことは意味がないことを考慮すると、そもそも争議行為を認めることは弊害しかないのであり、これも一言言って全面的禁止は合理的である、意味がないということですね。で、また争議行為を禁止することによって1、2の立法目的達成には十分効果的である。あの厳格な合理性の基準の手段と目的との間の実質的関連性っていうものは、あれは目的達成に手段が十分効果的だって意味です。なので効果的であるって言ってやればいいんです、合憲にしたければ、よって合憲である、そういうことになります。いいでしょうか。でね、まあ私の答案は別に大したものじゃないとは思うんですが、これでかなりね評価きますよ。これ普通に A 取れると思います。で、やってることはそんなに難しくないというのを感じ取っていただきたいです。権利の性質と制約対応から審査基準を導いて、あとは丁寧に当てはめする。そしてね、皆さん再現答案でやってほしいこと一つある。あのここで事実ありますよね、事実いっぱいありますよね。で、特に ① ② ③ なんかめっちゃ重要な事実ありますよね。これを皆さん答案の中に全部入れ込めてるか、マーカーとか使って確認してください。あの事実を全部入れ込めただけで点数って入るんですよ。で、それをすっきり論理的にちゃんと当てはめに利用して結論導くだけでかなりトップレベルです。憲法って苦手な人多いんでね。でもそれだけなんですよ、やることって。シンプルです。じゃあ
に煽り行為いきましょう。で、煽り行為の方はね、もう時間ないんでささっといきますけど、これ2つのアプローチあって、何条の問題にしましょうか。28条で書いたから大丈夫です、正解です。でももう1個書ける、煽り行為って表現行為ですよね。だから21条でも書けるんですよ。で、どっちでもいいです、それで両方書いてる暇はないと思う、70分なら。だからどっちか書いてください。で、レックが用意した回答例は28条で書いてます。なので私が用意した回答例はあえて21条1個で書いてみました。で、ちょっとこれは私の回答例の中見ながらコメントしていきますね。4ページ目ご覧ください。で、私はねちょっと欲張りなんでこうしました。で、そもそも葬儀行為がの禁止が合憲だったら、煽りを処罰しても28条との関係では問題ないというのを一言入れ込みました。葬儀行為の煽りそそのかし行為も団体行動権の一種として捉える余地があるが、第一で述べた通り葬儀行為を認めることには弊害しかないのであり、その煽りそそのかし行為も弊害しかなく憲法28条との関係では合憲である。で、ちょっとだけコメント。もちろんね、学問的に正しいのはここでも憲法28条論をちゃんと展開します。葬儀行為そのものの処罰と煽りの処罰は違うから。でもこれ試験です。でね、試験の目標って何ですか皆さん。当然合格ですよね。そのためには点数を取ること。で、私常々講義では言ってるのは、あのね、答案であざとくアピールしてください。これ書くだけでこの人憲法28条として捉えることもできるんだなって、分かってるねってアピールになりますよね。で、それをアピールして21条に移るんです。もうあの答案に書かないと伝わらないですから、思ったこと思いついたことは書いてください。もちろんね、ひらめきってのは書きすぎるとよくない。ただひらめきも書かないと伝わらないので、ぜひ答案には書いてください。じゃあ次5ページ。じゃあ21条、しかし煽りそそのかし行為は表現行為である。葬儀行為の弊害が生じないうちに表現をしただけで処罰される。で、これ煽りそそのかし行為を処罰することの危険性ってテキストとかに書いてますよね。だって葬儀行為に出ないうちに処罰をする。あのこれまあ刑法の教唆犯と何が違うんだって難しい問題もあるんですけど、基本的にね、煽り処罰って煽っただけで処罰なんです。あの正犯が実行行為に出ない段階で処罰する、それって非常に問題ですよね、刑法理論との関係でも。で、そういった問題意識もちょろっと入れ込んであげる。で、これは表現の自由の許されない侵害となるのではないのか。で、表現の自由はみんな得意ですよね。なんか書きましょう。この点表現の自由は民主制の過程で回復することはできず、経済的自由よりもその合憲性審査は厳格になされるべきである。で、ここでもちょっとね、私が考えたのは、本来二重の基準論ってもっとたくさん理由付けありましたよね。でも全部書いてると、これとてもじゃないけど時間がないんで1個書いた。で、1個書いて、エッセンスは経済的自由よりもその合憲性審査は厳格になされるべきである。で、そしてね、煽りそそのかしの処罰は表現内容規制です。これそしてその表現内容が伝達するメッセージを理由に規制する、いわゆる内容規制は制約対応が厳しく、より厳しい基準で判断すべきである。でね、これも内容規制、内容中立規制、二分論ってありますけど、内容規制ってどういうものですか。定義はここに書いた通りで、日本では分かりやすい内容規制は少ないです。総理大臣を批判したら処罰するとかね。ただ実はいわゆる低価値表現と呼ばれるもの、名誉毀損、わいせつ表現、今回の煽りそそのかし、これらは全部内容規制ではあるんですね。そこは忘れないでください。なので煽りそそのかし論じるときには、一応内容規制だっていうのは書いておきたい。一方で、実力行使の煽りそそのかし行為は時として重大な結果をもたらすことを考慮すると、規制の必要性もある程度存在する。また国が禁止されている葬儀行為を煽り、またそそのかしもったものは葬儀行為の開始遂行の原因を作り、葬儀行為に対する原動力を与えたものとして、単に葬儀行為を行ったものに比べて社会的責任が重いから、そのものを処罰の対象とすることは十分に合理性があると主張するが、で、国のこの主張は絶対入れ込みたい。で、その通りって採用してもいいし批判してもいいんだけど、引っ張る。で、この論拠が当てはまるのは実際に葬儀行為が実行された場合のみである。
でまた仮に争議行為が実行されたとしても弊害が生じない場合にまで処罰するのは過剰な規制である。でね、この問題考えてて私のゴールは合憲限定解釈に持ち込みたかった。要するに実際に誰かが争議行為に出て弊害が生じた場合だけ処罰するっていう絞り込みをやりたかったんで、そこのゴールに向けてこういうことを書いてます。でそこで争議行為がもたらす弊害が生じる明白かつ現在の危険がある場合に限り、これもね皆さん知ってますよね、明白かつ現在の危険の法理で、明白かつ現在の危険の法理って本当は細かく3つぐらいさらにあるんだけど、あの要件がね、規範があるんだけど、私はね試験では明白かつ現在の危険が生じた時に限り処罰するみたいにそのまま書いちゃいます。それで十分です。で、本文で規制の具体的条文は明らかではないが、弊害が生じる明白かつ現在の危険がある場合に限り処罰すると、処罰すると言うですね、失礼しました、言うをとか言うようなとかね、合憲限定解釈が可能であるならば当該立法は合憲である、そういうことになります。よろしいでしょうか。はい、でレックの回答例はこれ28条で書いてますので、それも、その部分だけ見ておきましょう。7ページでレックの回答例はね、これもう時間無制限で書いたような回答例なんで、まあ、第一の争議行為の禁止規定の合憲性は、まあ、ざっと見て参考にしてください。で今回7ページの第2見ましょう。争議行為の煽りそそのかしの処罰規定について、1、争議行為が28条で保障される行為である以上、当該行為の煽りそそのかしを行うことも28条が保障する権利に含まれる。でちょっと一言コメント、憲法の条文にドンピシャで書いてないものは必ず解釈をしてください。憲法28条読んでも争議行為の煽り行為を人権として保障するとは一言も書いてない。だからこれもちゃんと憲法の条文で保障されるんだよというのは書いてくださいね。3段階審査では保護範囲と言いますが、それはどんな書き方でも重要です。でちゃんと含まれるんだよと書く。そうであれば争議行為を行う自由を制約する法令の憲法適合性判断基準と同様に、煽りそそのかし行為を処罰する法案が必要やむを得ない範囲に止まる限り合憲というべきである。でおそらく第1でもこの規範使ったんだけど同じ規範を使いますよと書く。で2、争議行為を煽りそそのかす行為は争議行為開始の原因となり、その原動力を有する与える効果を有するところ、煽りそそのかし行為によって労働者の地位改善という本来的な争議行為の目的にとって不要な争議行為が誘発される危険がある。でしたがって争議行為の煽りそそのかしを規制する必要は認められる、必要性ある。でしかしながら法案は刑罰という萎縮効果の大きい手段によって争議行為の煽りそそのかし行為を規制しているにもかかわらず、争議行為やその煽りそそのかし行為に何らの限定を付さず一切の煽りそそのかし行為を処罰対象としている、まあ、広いってことですね、処罰範囲が。でこのような規制手段は本来的に許されるはずである行為を差し控えるものであって、必要な争議行為の誘導も行われなくなる危険がある。したがって法案は過剰な負担を強いるものとして合理性を肯定できない。なので全体が違憲であるという回答例です。まあ、私の回答例と実は本質的にはそんなに変わらない、過剰規制だってことですね。でそこで絞って合憲限定解釈するか全体が違憲であるか、まあ、その結論の違いになります。よろしいでしょうか。で憲法ね、まあ、得意な人もいると思います。得意な方はどんどん伸ばしてください。で皆さんね、予備試験受けられて、まあ、合格されていたら司法試験にどうせ進みます。で司法試験の憲法はもっともっと問題文長いです。でそれに向けてどんどん対策をしていってください。もちろんね、受けてない方とか万一残念な結果に終わってしまった方も来年受けると思います。で憲法っていうのはね、これからの勉強なんで、司法試験を見据えてもっと長い問題当てはめしなきゃいけないんだってことを見据えてぜひ勉強してください。でね、憲法ある程度勉強するとテキスト読んで知識を入れる、それも大事なんですけど、一番やってほしいのがね、例えばですよ、昔からある勉強なんだけど判例の事案ありますね。で判例はこういうこと言ってると、でその通り書くことって少ないから、この事案で自分が答案を書くんだったらどんな感じになるのかなってのを常々考えてください。全部書くと大変なんで、とりあえず考えたり余裕があったら構成するぐらいでいいです。あとは世の中の憲法問題、
いろいろありますよね。当地だったらあのガーシーさんがねずっと参院に来なかったら除名処分できるかとかありますけどね。人権でもいろいろあります。でニュースにある人権問題を自分だったらどう審査基準立てて当てはめをするか、これ常日頃考えるだけでだいぶ違いますのでやってください。法律っていうのは事例にどれだけ触れてどれだけその事例を処理できたかで力は決まります。あともう一個、憲法ね、自由作文の要素強いです。で私はやらないしおすすめもしないけど、正直ね審査基準を覚えないで必要性と相当性だけで書いても普通に合格できると思います。全部ね事実を拾ってきちんと当てはめできるならば。ただそうは言ってもやっぱり憲法の理論に乗っかった方が点数つくんですよ。でこの憲法理論ね、皆さんいろんな先生とか基本書使ってると思いますけど、標準的な憲法理論の方が伝わりやすいのでやっぱり芦部先生の理論は押さえておいてください。人権の、性質と制約対応で審査基準を決めるというものですね。あとせっかくの機会だ、芦部憲法で思い出した。で芦部先生の憲法に従ってほしいんですけど、岩波の憲法で一箇所だけ芦部先生が間違えたと言われる箇所があります。それはねこれで締めにしますけど LRA の基準です。LRA の基準で目的が正当でって書いてる箇所があるんですね。で、これは憲法学の一般的な用語法から間違えたと言われます。なのでここは芦部先生が間違えてもこれは目的重要なんですね。で、芦部先生も LRA は目的が重要だとちゃんと押さえてます。だから本当に本書くときに間違っちゃったと言われております。でもうなくなってるんで訂正とかは、ねされないでしょうけど、 LRA の記事は目的が正当じゃなくて重要です。でこれはね司法試験の方の憲法の試験委員の解説みたいなのありますよね。あれでかなり前に言われていたことなので、LRA 使うときは目的が正当とは書かないでください。重要になります。よろしいでしょうか。はい、であごめんなさい、 まだすぐね忘れちゃうからよくないね。6ページ目のレックの回答例で、レックの回答例では、しっかりねこの、2の括弧にあたりで公務員と私企業の労働者の比較の観点があります。で余裕があったらこれをちゃんと書けば加点になります。で私の回答例はあんまりここ書かなかったのは単純に時間不足、時間があったらここに踏み込んでください。私企業の労働者と公務員の中間ぐらいに今回は位置するんだ。でそこをどう捉えるかっていうのは踏み込むと当然加点になります。よろしいでしょうか。ちょっと短い間でしたけど30分、エッセンスはお伝えしたと思います。で、不十分な点質問してくださいこの後。それではですね、この講義を生かして皆さんがね、司法試験あるいは残念だった方は来年の予備試験に生かせていただければ幸いです。それでは、憲法の解説講義はこれで終了いたします。お疲れ様でした。